今日2日目後半戦に入りましても陰優勢の流れは続いております。迎えるカードは第11レース予選競争放置選抜です。1号艇金子拓也、2号艇山本周一、3号艇宮西正明、4号艇北中元気、5号艇篠原俊夫、6号艇羽野直也、以上6選手の対戦です。本番レースも枠なり進入、絶好枠金子拓也がインコースに向かいます。好相性の丸亀、そしてエンジンパワーも良好の模様。今日の1走目は3コースからまくり快勝、今日2日目連勝を狙って絶好枠インコースに入ります。2コースには2号艇山本周一、ここまでオール3連隊、早めの大整備が功を奏したか。そしてこちらも今日の1走目大整備を敢行いたしまして見事逃げ快勝、船足アップに成功となったが3号艇宮西、ここまでがスロー。角4コースには4号艇北中元気です。ここまで苦しい着取り、なんとか挽回戦とキャリアボデーを変えての戦いとなります。4コース角5コースには地元5号艇の篠原俊夫、ここまで2走いずれも2着といずれも船券に貢献しています。そして大外6コースには若手の注目株であります6号艇羽野直也、3対3のスタイル第11レース予選競争放置選抜、1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。インコース好スタートを放った1号艇金子拓也、1周1マーク、角からは4号艇北中も一気に攻めてくるが1号艇金子が逃げる、まくり差し4号艇北中元気、内をついていった6号艇羽野直也、バックストレッチもここは独走1号艇金子拓也、2番手は混戦状態、わずかに6号艇羽野直也が優勢、外からは4号艇北中、5号艇篠原、後方は2号艇3号艇。第11レーススタートは正常です。完全に一人旅、1号艇金子拓也が2マーク独走でクリア、6号艇羽野直也が2番手で旋回、打ち狂った運ぶ2号艇山本に、4号艇5号艇も相次いで旋回も完全に2番手は6号艇羽野直也が混戦抜けた、3番手の争いは5号艇4号艇が並走、内側5号艇篠原俊夫、外4号艇北中元気となっています。前に選手1番6番2周の1マーク、3番手の争いは5号艇篠原が内から先手を取ってくる、狭い内を狙っていった4号艇北中元気のサッシャンドル、しかしまだまだ3番手並走が続く、今度は内側に4号艇北中元気、外に5号艇篠原俊夫、3番手の争いは4号艇5号艇ぴったり並んで2周2マークです。先頭は1号艇金子拓也、2番手6号艇羽野直也、3番手4号艇篠原が北中元気がコーナー先取り、今度は逆に5号艇篠原が差し返す、まだまだ並走続く、内側5号艇篠原がここで2停止前に出たが3番手は5号艇篠原俊夫が逆転、1番6番5番高あって最終周回に入っています。先頭は独走態勢1号艇金子拓也、2番手は6号艇羽野直也、3番手5号艇篠原に4号艇北中元気がもう一度内をついてくるが3番手キープ5号艇篠原俊夫、1番6番5番3停止差、4番手4号艇北中元気、後方は2号艇3号艇が続いています。今日堂々の連勝ということになります。先頭1号艇金子拓也ラストコーナー独走でクリア、2番手6号艇羽野直也、3番手は接戦ものにした5号艇篠原俊夫、1番6番5番先頭1番金子5塁、2着6番羽野5塁、3着5番篠原5塁、4番北中5塁、2番山本5塁、ラスト3番宮西5塁です。